ールディングスプレゼンツトリトン海野の夕方ラッパラダイス。はい、どうも皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますでしょうか。始まりましたラッパラでございます。進行は東京演芸協会ラッパ漫談のトリトン海野でございます。よろしくお願いいたします。そうね、お正月のね、まあ今日は11日でございますけども、私は今年初めてでございますからね、皆様新年明けましておめでとうございますね。本年もよろしくお願いしたいと思いますよ。本当にね、私年男なんでございますよ。虎年、昭和37年11月18日生まれの虎年でございまして、なんと今年ね60歳になってしまうんですね。だから今年は、50代最後のね、年を頑張って、花の50代を頑張って、で11月18日ちなみにミッキーマウスと同じなんですけど、誕生日が、まあ、どうでもいいんですけども、ね、60歳になるという年男でございますんで、まあ、頑張っていきたいと思っております。はい、まあね、年末年始なんでございますけどね、私大晦日はね、普段ほら東洋館出てると言ってるんですけど、大晦日はね、念願だったね、東洋館スペシャルというのに呼んでいただきまして、これ何かと言いますと、教会をこう超越して東洋館が声をかけてくれた芸人が集まってやるというやつにね、東京演劇協会入ってから1回ぐらい呼んでもらいたいななんて思ってたらね、やっと去年呼んでいただきまして、そこで楽屋でね、グレートギダユーさんとかとか親しくお話しさせていただいたりとか、あとだるま食堂さんとは実は僕30年ぶりの再会でしたね。30年前に当時市ヶ谷にあった第3次普通科連隊にいたんですけど、市ヶ谷駐屯地に来てくれたの、営業で。その時に実はいじられてたんですね。その話をね、楽屋にご挨拶でさせてもらったら、へーっつってね、びっくりしてて、まあ喜んでいただきまして、まあいい経験ができました。で今年1月1日はね、ここん、あ、ごめんなさい、入船亭旋回師匠という方の、お口添えをいただきまして、グランドプリンス高輪ですよ。グランドプリンスホテル高輪、品川から10分ぐらい歩いたところですよ。そこのお正月のイベントに呼んでいただきましてね、落語さんがまず出て、二つ目さんが出て、で僕が出る、それでうちの教会の和也師匠もいて、和也師匠が出て、で真打ちのベテランの方が出るという、で20分やれって言われましてね、20分かちょっと長いな、普段寄せだとね15分とか10分15分なんです、まあ、20分頑張ろうかなと思って、どうしようかなと思ったら、二つ目さんがねだいぶこぼしてくれまして、その人すごいんですよ。ね、名前忘れちゃったけどね、京都大学卒業なんですよ。京都大学卒業の二つ目さんがいい感じでこぼしてくれて、だから僕20分って言われたところ13分ぐらいで済んだという、普段の寄せサイズで、済んで、たんまりギャラはちゃんともらって帰るというですね、幸せな正月を過ごさせていただきましたというとね、こうやって営業もね復活したからね、これいいなと思ったら、またこのオミクロン株っていうんですか、が出てきてね、まあ、よくわかんないんですけども、はい、コロナ対策についてこれ毎回やっておりますけども、入るときにね、あるんですよ、マシーンがあるの、こうやってピュッて手を入れるとね、シュッてこの消毒液が出てきて、この手指のね消毒をして、熱をピッて測って、それをちゃんと前室で何度ありましたよって書いてね、書いてあるんですよ。熱が高かったらとっとと帰れって書いてあるんですよ、前室にね。でまあ一応僕たちに熱ないのでちゃんとやってますし、ここに見えないでしょ、うまいこと持ってきてるんですよこれね、アクリル板があります。これからお呼びするゲストの方もちゃんとこれで仕切られてますから、ご安心いただければと思います。で前室にもここにもね、トレールフレッシュというこのオゾン発生器が、置いてありまして、常にきれいな空気でやっておりますので、ご安心いただければと思います。はい、この番組ができますのも、スポンサー様のおかげでございます。この番組は地球環境に配慮した安全で良質な次世代のロジスティックサービスのご提供を目指しておりますバイエンホールディングス株式会社の提供でお送りいたします。はい、いつもお世話になっております。今年もねよろしくお願いいたします。バイエンホールディングス、ね、前回も言いましたけど、会社の方もね、関係会社も増えてますます発展していくバイエホールディングスカンパニーでございます。よろしくお願いをいたします。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ということでね、早速本年初の
ゲストをお呼びしたいと思います。前回も告知いたしましたけども、本日のゲストは音楽パフォーマーの恵子さんです。どうぞお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、恵子です。よろしくお願いします。ね、3分で呼ぶしたけど、先生5分かかっちゃう。大丈夫です。はい、どうもありがとうございます。はい、もうね、よろしくお願いします。恵子さんはね、実は、4、5年前ぐらいから存じ上げてるんですよね。はいはいはい。はいはい、ね、私、自衛隊辞めて芸人になってすぐ。すぐの時でしたね。に、ある、まあ、この後出てきますけども、それでちょっとお知り合いになって、はい、で、昨年、東京演劇協会の方に。はい、入会しました。ね、入会していただきまして、またね、花を添えていただきまして、ね、協会の方も良くなったなっていう感じでございまして、はい、今日はちょっとこれね、音楽パフォーマーの恵子さんと2人で、はい、やっていきたいと思っていますけど、なんか遠近法かもしれないけど、水がすごい、前の方に出てて、前よいしょ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 、ね、はい、ということで、じゃあ、プロフィールいただいてますんで、そのプロフィールとかを読んだり、はい、まあ、お写真をいただいたりとかして、のを紹介しつつ、いつもの通り今年もね、人に歴史ありということで、恵子さんがどうやって今ここに座っているのかというのをね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、まずはね、プロフィールちょっと読ませさせていただくんですけども、うん、これ読んでいいの？もういいですよ、35歳で今年私も年女ですから、今年36歳ですから。あ、年女、虎年？虎年ですよ。あららららら、5の、あららら、5の虎、怖い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 。あ、なんと皆さん演技がいいですね。年男、年女の放送でございますよ。豆まきができる。まあね、本当ですね。豆まきの仕事が欲しい。豆まき呼んでくださいよ。はい、もうどこでもいいですから。よろしくお願いします。ね、やればね、はい、お願いします。年男ね。ね、昔ね、ちょっと話いきなりずれるんですけども、はい、大東亜戦争の時にこう千人針というのをやった、はい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 、で、平田さんにあれ、はい、あれ虎年の女性を探して、塗ってもらったんですよ。あ、本当ですか。虎は千里行って千里帰るっつってね、はいはいはい、縁起がいいってんで、はい、虎年の人には他の人にもこういっぱい塗ってもらったりとか、そういうのがありましてね。プチ情報ですね。はい、でもいきなり脱線しましたけど、まあ虎年だっていうことでございますね。はい、はい、では、36歳1986年9月の10日でございます、ね。大分県の佐伯市にでお生まれになった。はい、お生まれになったのは大分県なんですね。そうですね、生まれたのは大分県の佐伯市です。佐伯市、前回出ていただいた板橋区民の、はいはい、マナティさんもなんと、あの人大分の出身でございます。あらま、はい、うさちょっと遠いですね、佐伯市はね。 USA なんて言ってましたけどね。遠いんですか？若干遠いとは思いますけど。私は実はその下にある宮崎県の出身で、同じ九州人なんですけど、大分と宮崎は県が違うのに同一方言があるんですよね。共通方言、よだき。よだきってのがあるんですよ。日本で一番後ろ向きな方言でございます。めんどくさいとか、なんか疲れたなとか、よだきっていうね。それがなぜか宮崎とね、大分は共通で使ってる。共通ですね。はい、あと大分はね、九州でいうとちょっと特徴がありまして、宮崎にも言えることかな。はいはい、地形的に言うと太平洋の方にこう県が僕らありますでしょ。はい、で熊本福岡の県境の方にはこういわゆるこう森があるわけですよ、林が。はい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 、はい、で九州文化よりもどっちかというと四国関西文化を受けやすい。そうですね、関西文化の方が多いですね。特に大分はだから九州人っていうのはあの自分のことを九州男児って言って胸を張って言うのは、はい、鹿児島熊本福岡、そう、ね、新幹線ラインは強いですから。そうそうそう、長崎大分宮崎は ね九州男児っていうのを自分で胸張ってはあんま言わないんだよね、これ昔から。で特に大分の人はね、九州男児ですがって言ったら、いや私九州男児って優しいですからね。そんな感じで、はい、で大分と宮崎は日豊本線というね、ずっとローカルの太平洋側は九州で見放された県でございます。ね、九州新幹線も、ね、九州高速も全部鹿児島の方に行くというね。はい、まあ、愚痴じゃないんですけどね、はい、愚痴でした。ということで、お父さんは公務員だった。お父さん公務員です。お父さん公務員 でお母様が専業主婦のお母様の間に生まれて転勤族だったんですね。そうですね、転勤族ってことは公務員で転勤族ってことは偉い、それなりに役職が、ね、差し支えない程度で何の公務員？農林水産省。お、農水省。かっこいい、農水省。ね、自衛隊とはまたちょっと違いますよ。いいですね。転勤族、九州と関東を行き来する子供時代を過ごされたわけですね。そうですね。なるほど。
で割合にして熊本県に住んでいたことが多いので熊本県出身ということにしてるというですねめちゃめちゃそのまま読まれてた。そういうものなんですか。でもそうみたいですよ。なんかね、なんか調べた時に私もいろいろ聞かれるので調べた時に、はいはい、なんか出生と出身っていうのがやっぱ違うみたいで、このあーなるほど、そうそう、出生は大分県なんだけども出身は熊本県ですっていう感じで、育ちが熊本県が多いので出身が熊本県ですということでまとまりました。なんかそう言われちゃうとすごい説得力がありますね。はい、あれじゃあ熊本弁の方がまあ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 写真撮っとっとの方ですか。写真撮っとっとそうですよ。あーなるほどね。はい、じゃあね、写真、じゃあちっちゃい時の写真、はい、いきなり写真撮っとっとで写真撮っとっとの出ますかね。あらこれはでもあらまた熊本じゃないんですけどね。これはまだ大分の頃。これはね、横浜ですね。これはおっと、あ、もうじゃあもうだいぶこっちだ。だいぶこっちに来ちゃいましたね。あ、そうだ。1歳から2歳までが熊本市。2歳から7歳までが神奈川県横浜市。7歳から12歳までが熊本県にまた戻って、で12歳から14歳まで今度は埼玉県の鴻巣に来ちゃう。はい、そうですね。そこから熊本にまた戻りますけども。14から18まで一旦熊本にまた戻り、はい、18から現在まで東京にいらっしゃるという。です。18から出てくるってことは、まあこの後出てくるかもしれませんけど、ね、芸人の話がまた出てくるんでしょうけども。そうですね。横浜ですか。あ、横浜の野毛山動物園ですね。野毛山動物園。はい。なるほどね。多分白熊ちゃんがいるので、今のズーラシアができる前じゃないかと思います。野毛山、あ、横山って、ズーラシアってのはまた別か。そうですね、はい。横いっぱいあるんですね。動物園がね、あるんですよ。あ、すごいな、時代を感じますね。なるほど。ということは、これは神奈川2歳から17歳、あ、じゃあ、あの次の写真、この頃と一緒ですね、多分ね。これはまた七五三ですね。七五三、はい、七五三のうちの3ですかね、5ですかね、3か5か、まあ3でしょうね、この顔だと90で、あ、で、そうですね、そうですね、はい、横浜だ、横浜です。まあ、おすましさんで、これかわいいですね。へえ、なるほどね。多分ね、あ、もう一個写真いける。これは熊本ですね、はい、こっちだと思う。これはあの後ろの橋は通順橋って呼ばれるものすごい有名な、はいはいはい、有名なね。そう、あ、そうですか。お母さんはですか。これお母さんです。一輪車乗っちゃって、そう、もうこの時から一輪車の変人がなのでこれを持ってきたんです。なるほど。そうこの後もうね、どこでも一輪車持っていくから、親が見てください、この親の顔、もう全然笑ってないんですよ。だって俺初めて稽古された時、いきなりアコーディオン持って一輪車乗ってましたもんね。この頃からすげえなと思って。だからあの入会されて久しぶりにお会いした時に、今日は一輪車はって聞いたんですよ、僕、ね、いや持っていくのが大変ですからね。ですよね。たまには乗っております。そうですか、はい、そう、あの、この頃から、これはもう何年ぐらいでしょうね。93、まあ、だから6、7歳だと、ね、7歳ぐらいじゃないですかね、これが。じゃあもう、一輪車もうガンガン、はい。雨なのに持っていって、多分相当親は嫌だったと思いますよ、これ。あ、でもずっと、でも、だからこそ、あの、アコーディオン弾きながら、一輪車に乗りながら、あの、投げた輪っかを首で受けるみたいな、あんなすごいことができるわけですね。そういうことをやってますね。まあ、芸人話はこの後も出てくるわけでございますが、はい、ここの段階でも若干片鱗が出てくるんですね。、はい、なるほど。で、12歳の小学生卒業の春休みに NHK の深夜番組爆笑オンエアバトルをテレビで見る。爆笑オンエアバトルって深夜番組、もともと深夜番組、12時半とか、11時半とか12時半とか、なんかその辺にやってたと思うんですけど。じゃあお笑いの原体験っていうのはオンエアバトルだったんです。そうですね、そっからです。なるほど。12歳の春、13歳の春、その辺だと思います。なるほどね。あ、でその頃に埼玉県にお父さんの都合で引っ越して。そうということはあれだ、埼玉、まあ、俺同じ九州人だから分かるけど、はい、千葉、神奈川、埼玉ったらもう東京みたいなもんですからね。はい、1都6県電車で行けるわけですから。はい、それで、なるほど、スタジオパークのオンエアバトルの公開収録の観覧に行くようになったんだ。そうなんですよ。当時あの湘南新宿ラインが通った頃ですね。え、もうあったの。ありまして、あ、なかった。え、埼京線、あ、違うわ、ちょっとない頃だ、ごめんなさい。湘南新宿、びっくりした。もうちょい後ですね。どんだけ若いんだよと思いましたよ。ない頃だから大宮で乗り換えてたんですね。そうです、だから、はい、昔あの赤羽線っていうのがあってね、赤羽っていうのは赤羽と板橋の間は赤羽線だったんです、はい、あれを埼京線がこう吸収したりなんかして、あ、すみません、どうも。一部の電車好きな人はあるかも。いやいや、まあ、大宮で乗り換えて、鴻巣、鴻巣自動車の、あの、あれがあるところ。
そう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 、みんな免許センターしかない。免許センターなんで鴻巣なの、大宮とか浦和でいいじゃんね。そう思いません？せめて行田ぐらいに作れよ。鴻巣遠いよ。まあまあまあ、まあ、僕ほらあの自衛隊大宮駐屯地だったんで、はい、埼玉はねあのあれ結構詳しいんで好きですからね。なるほど。で NHK 関連は無料なんだ、観覧。そうなんです、当時、今もそうですかね。でも NHK、あ、なるほど、まあ、NHK は受信料以外は、ね、お金取らないのかなと思いますね。今多分ネットでね観覧希望とか出すとは思うんですけど、はいはい、当時はあの往復はがきですよ。往復はがき、往復はがきを出して、懐かしいね、よかなんで見れますよ見れませんよっていうのが戻ってくるっていう、ね、まだ時代ですよ。往復はがきはね、あのまたちょっとそれますけどね、はいはい、あのうち僕娘がいるんですよ、はい、今月26歳になるんですけどね、はい、あのお母さんと一緒 NHK、はいはいはい、あれも往復はがきなの。あ、そうなの。あれ3歳限定なんですよ。3歳しか出れないので、はい、3歳になった瞬間から往復はがきで観覧募集を出す、はいはいはい、で残念でした残念でしたって来るんだけど、うちの娘は3回目にうまくいって、で、あのタイマーで捕まったお兄さんの時に、はいはいはい、時代が分かりますけど、そう、僕その前 の早見健太郎さんとはちょっと、はい、あの自衛隊を一回辞めてあの子供ショーとかやってた頃に、はい、早見健太郎さんとはちょっと一緒に仕事したいのかしてたんですよ、健太郎お兄さんと、はいはい、で健太郎お兄さんにうちの娘出したいんですけどって言ったら、いや海さんね、僕の力でもどうにもなりませんなんて言われてた。で出るようになった、はい、で健太郎さんに出るようになりましたって言ったら健太郎さんが終わってたっていう、ね、で何お兄さんだっけ、まあいいや、あの対話お兄さんの時に出ましてね、そういうことであれもおあれでした。で僕その時に一緒に働いてた自衛隊の事務、あの後事務官の人は、はい、あの12枚出して12枚ダメですが帰ってきた人もいました。なかなか難しいんです、お母さんと一緒に出すのもね。でも運ですけども、その当時は出せば当たってましたから。あ、これはそうなんですよ、まあ、まだ多分お笑いブームがちょっと下火の頃だったのでなのかな。これ書いてある、当時は今ほどお笑い芸人さんが流行っていたわけではなく、観覧希望の往復はがきを出せば大体当たってた。大体だから2週に一遍スタジオパークに通う日々です。すげえ。ある公演公開収録の日、今年の NHK 新人大賞の観覧希望者が少ないのでどうぞというような形で観覧券をスタジオパーク出口で配ってた。そうそう、配ってたんですよ。だからもう中学生なんて暇ですから、あ、行きます行きますって言っていただいて、あの行ったんですよね。なるほど。でそしたらなんかその年はいっぱいいたんですけど、はいはいはい、司会者の方がこんないっぱいいらっしゃってどうもありがとうございますと、あの去年はだからその年の前の年は観覧者が少ないからお客さんは全部真ん中に寄せて収録をしたっていう話をしてましたね。なるほど。こうカメラがこう見た時に人が入ってるように見えるように。そうへえ。その年の大賞は落語部門が林家彦一師匠。彦一師匠ですね。もうね、もう今ではね、新作落語の部員にしてますけども。ね、彦一師匠ね。あと演芸部門が江戸彦美子さん。忘れられないですね。はあ、すごいね。これね、これってその後かまだ。これその頃ですね。その頃。2000年ぐらいなので。これすごいんですよ。これはあえてそのデータとしてここに送ってないんですけども、その当時、2000年の頃の、それは大阪ですね。大阪わざわざ芸人さんとかが打つこうバカバカ爆走。そう、これはあとでもう一個書いたやつなんですけど、あの当時その人力車のお笑いライブっていうのが、ね、これドランクドラゴンさんがこれ映ってるんですけど、そうそうそう、まあ若いし、これユッティさんでしょ。ユッティさんですね。金髪、なかなか安く見れた時代ですね。ね、あ、大島さんがここに小島だよ。へえ、ね、まあこれちょっとこれもすごいんです。あのちょっとこれやっぱり出しちゃうとなんなんだっていうことで。怒られちゃうかもしれないので、許可取ってないので、ね、難しいんですけど、これはすごいな。そうそうそう、これホリプロライブ100回ライブとかですね。お宝ですよ、お宝。そう、あ、これ最近に来てくれた鉄腕の友さんだと思いますね。鉄腕の友さん、でも2000年ですよこれ。そうですね、2000年来たらだってもうだって22年前ってことでしょ。そうですね、はい、ね、わざわざ好きで大阪まで見に行きましたね。大阪、あ、そんなにお笑いが好きだったんですね。好きでしたね、夏休みにね。で寄席とか他の演芸も見に行くきっかけになった若手を笑いたくなって、ああなるほどね、はい、でベテランの方にも目を向けられるようになって、横山ホットブラザーズ大好きですね。お前はそう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 ほうかって、あのいわゆる、なんだっけ、トーキングソーでしたっけ、トーキング、トーキング、喋る横切り、ミュージックソーか、そう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 、ミュージックソーですね。なんとかね、東京ボーイズ、あ、いいですね、ね、中八郎師匠、
そうです、はい、東だと。でも私西の方のやっぱ出身なので、どっちかといえば東京ボーイズ先生なんですよね。そう、あの西の方だとね、私もそうなんですけど、九州ってあの民放が1個2個ぐらいしかなくて、あの芸能の文化圏って大阪ですよね。そうそうそうなんですよ。だからあの宮崎もそうでしたけど、あの新喜劇とか、そう、あと藤島神さんの松竹の方の新喜劇もテレビでやってた。ちゃんとテレビで、ね、あのなんだっけ、昼間のね、土曜の昼間とか結構ちゃんとやってますから。そうやってた。だからテレビ東京やってくれなかったから、解決ズバッととかは僕は東京出てきてから見ました。最後そうかも、はい。そうそうそう、なるほどね。そうなんですよ。でお金を貯めて人力車のお笑いライブバカバカさ、さっきの僕がちょっと知らって、あれ風なんだ。あれ新宿風、今でも風でやってると思います。今うちの教会も使っておりますね、はい、風何月のね、のね、あ、なるほど。で前回のチラシを持参すると800円くらいで見れる。今どうなんですか、今もそうかな。でもあの風ね、前僕その教会のやつで出してもらった時に、あの楽屋ほら2階、はいはいはい、マンションの2階に楽屋あるじゃないですか。ありますね。あそこにもうバカバクソーってこう、そう、看板とか、それこそ、小島さんの私物とか置いてあります。そう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 、私物置いとかないでっていうポスターの横に私物が置いてありますね。私も入らせてもらいましたけど、もうなるほど、ね、感無量ですよ。確かにね。でもだから何年も10年、ね、そういう2000年当時だから何十年もって言ったら悪いですけどね、続いてるわけですよね。すごいですね。まだやってるんですか。まだやってる、全然やってますよ。人力車、人力車、ああ素敵だなと。素晴らしい、大したもんでございますよ。人力車に入ろうとは思わなかったね。おかおかないですね。ああそうなんです、はい。で14から18までまた熊本に戻られて、はい、で高校時代もお笑いにつかためず MD、 これ書いてます、矢印、時代を感じますねって書いて、その通りです。 MD、 MD です。当時 MD ですよ。まだあれは最先端で、このままこの、 あのメディアっていうのは MD になっていくんだろうなぐらいに思ってましたけども、すぐらしました。あとダットね、デジタルテープね、はいはいはい、どっちかどっちが勝つんだろうみたいな、うん、それこそ VHS とベータの戦いみたいなのがあったんですけど、どっちもなくされちゃいました。早かったですね、まあ、利便性ですよね。そうですね、あのね、どっちかっていうとね。でも MD は録音ができたから、まあ、まあ、別にダットもできたわけなんですけど、あれなんですよね。で漫才を MD に入れて聞きながら投稿してた。してましたね。みんな音楽聞いてね。その頃好きだった漫才師は誰ですか。その頃好きだったね。やっぱあのね、こう写真あるアンタッチャブルさんとか大好きでしたしね。なるほどね。まあアンタッチャブルとか、まあ、まあ面白かったですよね。ちょっとあのこの頃にまた M1 グランプリが多分出たんですよね。出てきたんですよね。あー、なるほど。だからすごいね、そうそう、だらあのメンバーの方ね、中学生ながら MD に入れて聞きながら投稿してました。なるほど。はい。で、おらないやつが冷めなくて、で18で東京へ上京。これ上京はどういう理由で上京ですか。上京はまあ芸人になりたくて上京した。芸人やりたいなっていう思いはあったんですけども、はい、ね、親はやっぱ許さないので。許されるわけもなく、まあ、自分で稼げる職業に就こうと思って看護大学に入ったんですけども。おー、すごい。そこで看護大学入れちゃうってのがすごいですね。すごいね。はい、もで看護実習とバイトに明け暮れるわけだ。結構つらが、結構ね、つらいですよ。そうで22歳の時に音楽芸人のまやこさんに指示して、アコーディオンを皮切りにさまざまなパフォーマンスを習得するって。22歳から始めたの。22から始めました。アコーディオンなんて22から始めたら上手くなるもんなの。いやいやいや、わかんない。いや皆さんね、あの、はい、ハードル上げるわけじゃないですけど、この後ちょっと、はいはい、いやまあ機会があれば、時間があればやっていただこうかなぐらいのことをちょっと思ってるんですけど、はいはい、上手いですよ。いやいやいや、すごい。それ弾きながら、まあ、1、2、3乗るんです。ここが1、2、3乗れませんけど。あ、そう、22歳ぐらい。まあでもそうですね、物事って始めるのにあのもう遅いってないんですよね。遅いってないです ね、 そ う、 ですね。そういう、それで良いんでしょうか。そう、はい、僕もね、あのこの間そのお友達のうちにもいたあのタップダンスのタップドゥさんの公演行ったんですけど、はいはいはい、それに、はい、尾藤勲さんが出られて、はい、踊りもう激しい、あのプレスリーメドレーとか、もちろんアスタラのジョーとかも大手になったんだけど、うん、あの人ももう80が見えてる方ですから、はい、あの方がひいひい言いながら舞台上でやるのを見て、まだまだだなと思いましたね、うんうん、まだね。僕はあんま自分で自分のことはもう年だとか言わないし、うんうん、まあ、花の50代で言ってるぐらいですから、はい、まだいけるぞという感じ で、 で皆さん、物事を始めるのに、まあ、遅いはありませんから、ね、60の手習いなんて言葉もありますんで、今僕だって経営教室通ってますから。あ、そうですか、はい、明日経営教室の日でございます。元気ですね。もうね、少しでもいろんなものをね習得しようとしまいました。で、大学最後の記念にちょっとだけアコーディオンを習おうということで、軽い気持ちで体験レッスンがてら、そのまやこさんは、はい、その体験レッスンやってくれてたんですか。
そうなんですよ、あのまたこれも運命だなと思うんですけども、はい、あの多分インターネットがだいぶ使えるようになったんでしょうね。あ、当時もうその頃は、はい、当時であの普通の本当にもう芸人さんなんだけども1ヶ月間だけなんか何ですか、あの教えますみたいな体験教室始めましたみたいなの1ヶ月間だけこう出してみたらしいんですよ。ーワークショップみたいな感じで。そう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 、はいはい、そしたら私それに引っかかって、ああ行ってみようかな、引っかかって行ってみようかなと。ただその体験できますよっていうのは、まあ、後にも先にも1ヶ月しか出してなかったっていう話なんですけども。なるほど、そうなんですね。 そこに弟子がまんまと引っかかったと。そう、いやよかったじゃないですか。あ、ちなみにちょっと外れますけども、はい、みやびさん、はい、あのこの僕のもう大親友がいるんですよ。はい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 、はい、知ってるでしょ、みやびさん。ああ存じてますよ、はい。オンエアバトルの公開収録集会観覧って人気ありましたよ、僕は全然当たりませんでしたって。あらま、多分ね、そんな当たってた人がいます。めちゃめちゃ当たってましたけど、これはもうみやびさんの運が悪かったんじゃないか。みやびさん、この後あのかっぱ焼きそば気圧でお待ちしてます。何ここで業務連絡してるんだっで、あ、そうだ、それで行って稽古場を行った。稽古場どこですか、場所は。稽古場は西荻窪です、ね、西荻窪に稽古場が当時あったんで、荻窪今でもそうですけども ね私のね、あのいた子供ショーの事務所が荻窪なんで、はいはい、僕荻窪はもう第二のふるさとみたいなもんですからね。稽古場のドアを開けたら綺麗なスタジオではなく、ドアを開けたら振動で落ちるジャグリング道具、部屋に踏み入れば白い鳩が10杯以上、アコーディオンが10台弱、床に転がっている状態。すごかったですね。ツイッターにコメントが来た、はい、これね、人間団、僕の方の直のやつと、はい、番組のこっちの方なんです。あ、何か悪いんですね、ガッシャン メッセージ、 ありがとうございます、本当に嬉しいな。あ、一緒です。はい、全く同じことでございました。ありがとうございます。はい、あのこっちもどうぞね、お願いします。オンエアバトルの食いついてくださる人いるんですね、嬉しいですね。ね、それで年代によってまた違いますけども、ありがとうございます。 でも、みやびさんはね、そんなでもないよ、そんな離れてない。本当に初期の頃ですね、多分見てたのは、うん、なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、そう、面白いな。で、今だったらダンススタジオとか言って綺麗な場所があると思うよね、はいはいはい、汚い場所だったんだ、西荻の。汚いって言ったら本当怒られますけどもあの本当ドアをガシャンって開けたらこうリングって分かります、ジャグリングの回すやつね、はい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 、あれがブルルルって落ちてきて、と思って、で、あの、まあ、そこにも書いてあるんですけどもね、あの、まあ、初日に麻衣子さんが訪ねてこう、まあ、ちゃんとアポを取ってたんですよね、はい、なるほど、時間通りに行った、行ったんですよ、こう行って、まあ、女性の先生なんですけどね、はいはい、あの行ったんですけど、からよろしくお願いしますって出てこないんですよ、全然いない、いなくて出てこなくて、でしばらくしたら本当はあの軍勢の軍勢のおじさんで書いて、おじさん軍勢の、あのパンツ履いてるの、まあ、パン、そうそうそう、なんかジャージみたいな感じで出てきまして、アコーディオン習いに来ました、いや今まやちゃんいないんだけどとりあえず入っていいよって言われたから入ったら、よく入ったね、でもそこ軍勢の親父のところに、はい、はい、入りましたよ。で、はい、まあ鳥かごが6個ぐらいかなあって、はい、白い鳩が10羽ぐらいブラーってあって生きた鳩が入ってるの、生きた鳩が入ってるわけです。でもあの綺麗に並んでるわけじゃないアコーディオンが10台ぐらいブラーってあって、へ、狭いところでね、でどうしようかなってやっぱ思うじゃないですか、22の。いや思いますよ、思います。軍勢の白軍勢のおじさんが、白軍勢に22歳がよく入ってたのですけど、マジック見るかって言うんですよね、ま、あその人がマジック見るか、マジック見るかって言うから、お嬢さんマジック見るみたいな。いやもうそんなお嬢さんじゃないですよ、マジック見るかって唐突に言われて、おお、はい、はいですよね、はい、はい、としか言いようがないですよね。でもね、綺麗に見せてくれるんですよ、コインが消えるわ、うまいんだ、めちゃめちゃうまい、すごい、ただの軍勢じゃなかった。そう、でもどうすればいいか分かんないんですよね。まあまあアコーディオン習いに行ってるわけですからね、行って、そしたらマジック嫌いかって言われて嫌い、いやそういうわけじゃないんですけどって言ったら、まああの後に知りますけども、はい、カズ片山っていうマジック界の重鎮だったって話。あ、そうなんだ勝片山さんって方はそのマジックやってる人にとっては、まあ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 、まあ、そうですね、はい、ただの軍勢親父だと思ったのが、ただの、あ、だからやっぱりマジックうまかったわけだ。そう、もううまいとか言ったら怒られるぐらいの人です。まあ気さくな方なので怒りやしないと思いますけども、恥かいて、私なんかそれ以降5年ぐらいはなんか目を合わす
合わせて喋ることができなかったぐらい恥ずかしい出来事です。なるほど。で、でも結局その日はその日は会えず、あの後の 2,3 日後に会いに行きましたけど、また同じ二将棋局に。そうへえ。一番最初からあの飛んだ災難に会いました。で、結局でもそのままその麻也子さんにはまあもう弟子入りされたんです、ね、はい、そうですね。今だとね、もう弟子入りっていう形ではないと思うんですけども、まあ仕事に就かしてもらったりとか、いろんなことを教えてもらって。へえ、はい、なるほどですね。もう弟子入りって高校生の話、あそうだね、はい、行きましょう。ありました、そういえばありました、ありました。めちゃめちゃ生徒手帳会っていきなりめちゃめちゃあれですね。恵子さんですって言ったら、もう苗字までバレバレでございます。そう全然いいですよ。熊本マリスト学園ね、お世話になってますから。熊本マリスト学園中学、かっこいいね。なんかバテレンの宗教かなんかの学校ですか。マリア様を信仰する人っていう意味なのか本当か分かりませんけど。バテレンだやっぱ。あ、そうですか、はい、へえ。マリア様像ありましたけど、熊本の地震でバキッと折れてて、中が空間だったっていうのが一番ね、地震からも立ち直りましたんでね。あ、そうか、あ、地震ね。そう神様もやっぱ割れちゃう。まあしょうがないからね。なるほど。恵子さん、まあ変わんないっちゃ変わんないし。変わんないですよ。ねえ、もう原型ですこれが。こんなんでいいんでしょうか私。いやいや、いいんじゃないですか。はい、なるほどね。はい、ということで、電話番号はこれ学校の電話番号なんで、かけたりしないようにかけたらうちの高校の代表に繋がりましたから。はい、だから何もいいことがないんだよね。はい、ということでございまして、で、2013年の5月にデビューですよ、はい、そうですね。かわいいパーク、かわいいパークっていうの。あ、そう普通のお仕事でいただいてのが一番最初のお仕事。どのぐらい弟子入りして、どのぐらいですか。その2年ぐらいじゃないですか、ね、2年ぐらいでもプロとして、ね、じゃあ仕事をしながら、いろいろ仕事しながらで、看護師さんの仕事しながら、看護師さんもやりますやってましたんで、独り立ち。まあね、先生の仕事にくっついていくことは結構多かったんだけど、これが独り立ちっていうのがその2013年の5月で多分撮ってると思います、ね、なるほどね。かわいいパーク。じゃあパフォーマーになってからの写真の一番最初のやつをちょっと見ましょうかね。そう、それ回してる。アコーディオンは置いて、ま、一応持ってんの。そう、これね、あのそうなんですよ、横浜かわいいパークって多分これが、ここがまさにかわいいパークの写真。そう、かわいいパーク。もうね、あれでしょ、あのなんだかよくわからないけど、横浜のあの新聞にも載ったんですよ。なんだかよくわからないけど、あのいすごいですね。3、4、5かな、なんかあのゴールデンウィークの時にやってたんだけども、はいはいはい、めちゃめちゃ当時あのね、売れてるような芸人さんじゃなかった、アイドルの子たちがたくさん、今だと電波組とかですか、ね、電波組とあって、あのでが出てて、その間を縫って、はい、後ろの方のあのあれなんですけども、あのなんだ、フードコートにグリーティングするっていうお仕事だったんですよね。で3、4がアイドル来るんだけど、5日だったかな、6日だったか、まあ、末日が誰も来なくて、ただただそのフードコートだけがあって、しかもめちゃめちゃ寒い日だったから、全然お客様がいらっしゃらなくて、多分ね、撮るというか、その記事を作る人も困ったんでしょうね。なんか声かけられて、ちょっとじゃあ写真撮るんで、つって。なるほど。めちゃめちゃ、あの後ろがね、フードコート誰もいないのがバレバレなんですよ、ほんと。確かに。でもね、そういい思い出ですね。初このデビューの時、お名前は何、今も恵子さん。あ、もうそのままでいったと思います。恵子さん、はい、まあ、顔はじゃあクラウン化粧してたのね。結構してましたね、最初の頃は。その師匠もそういう方なんですか。はい、師匠があのクラウンカレッジの、日本にあの3年ぐらい昔ね、あのクラウンの学校があったっていうことをお聞きしてるんですけど。そうなんですよ。なるほどですね。そこの出身 の数少ない出身の方のだったので、クラウンのメイクとかそういうのは全部教わりました。なるほどね、はい、ベースの形はこうだったんですね、はい、でこの次の年に浅草大道芸に出演されて、 JRA の前でアコーディオン演奏してる時に、そうですね、多分2013年ぐらいから、まあ、はい、ぼちぼち始めて、当時浅草大道芸って今も多分原型ありますけども、やってんすか。うん、多分当時は2週2回かな、毎週かな、結構な頻度で、あの大きいね、あの公会堂じゃないな、園芸ホールの前とか
あともう一つどこだったかな、 JRA の近くとかあの辺だって、今の丸ごと日本があるとこじゃないかな、あの辺か、あの辺でやってたんですよね。 JRA の前とか土日よりやばくないですかね客まあいろいろありましたよ本当。もうなんかすごいレベルのあんまりお高くない方がいらっしゃる。いやいや、でももう本当いい経験、姉ちゃんこれやろって感じで、ね、そうそうそう、もう面白かったですよ。でもで声かけていただいた、そう、あの本当 JRA の前で弾いていたのが柳屋三十章っていう、柳屋三十章あの方にね声をかけていただいたんですよ。なんとかいや僕の新作の落語のバックで弾かないかって言って、落語家の師匠にいきなり、いきなり新作落語の新作落語の後ろでアコーディオン弾くつもあんま聞いたことないけど、そうそうそう、本当にあの声をかけていただいたんですよ。すげえ天気ですよね、人間ね、本当まさに人に歴史あるですね。わかんないから、私本当にわからないから、はいはい、まだ2年目ぐらいですよ、そんぐらい。そうですよね、はい行きますって二つ返事で言っちゃって、二つ返事行った、はいはい行って、はい、まあ多分ね、今落語家のお師匠さんって人にもよるとは思うんですけど、そんなにかっちりしたお稽古をつけていただいたわけではなくて、まあその新作落語の台本をいただいて、まあここで入れてもらえばいいからぐらいのことを言われて、そう、曲は指定かなんかあるんですか。曲は指定があって、あの当時の朝ドラの雨の味が、何だっけ、雨のち晴れるや、はい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 、はい、うん、とあと三沢ひばりさんの一曲だったと思うんですけども、まあこれを入れてもらえばいいから、じゃああとよろしくみたいな感じで、わかりましたって言って行って、で指定された場所に行ったら、はいはい、あの五代目小三師匠の追善公演だったって話ですね。あ、仙台の朝芸遊芸の、そう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 、人間国宝の剣道の、ね、そう。でも楽屋入った瞬間に私は締めたいぐらいの、 あの面々ですよ。うわすごいね。しかも落語協会って、落語芸術協会に比べて、はい、色本の居場所が心地悪いっていう、いやいやいや、そんな悪い、いや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 、でもね、あの、まあ、何も知らないので、すごいね、でもね、いただいて、へー、そうですか、それは本当に天気でしたね。はい、面白いですな。まあテレビで見るような方がね、あのお師匠さんたちがたくさん並んで、どうしようかなっつって。すごい。それ場所は演芸ホールですか？あ、いえいえね、ね、新宿の末広亭だったと思う。末広亭、うわ末広亭いいな、行きたいね。どうも2丁目のねあたり、あの新宿三丁目で降りてね、末広通りのこと通って、そう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 、ね、あそこの蓮前に薩摩御所っていう特攻隊のあの鳥浜とめさんのお母さんの娘さんが開いた店があるんです。まあそれは次の機会に。そう、もう本当これが第2っていうかね、天気だったね、結構の天気だったと思うんですけど。これは面白いな。そう。じゃあちょっと、じゃあ恵子さんのそのお仕事してる時の写真をちょっと見ます。なるほど。はい。すいませんね。これがもうちょっと後になっちゃいますね。これ。2016年ぐらい。デコボコズ。そうですね。ああ、そうそうそう、なってるんですけど、まあでも。こうどうしましょう、はい、ピーンってなっちゃう。これはもっと後の天気ですね、多分これ、トリトンさんとお会いするぐらいの時の2016年の写真ですよ。あれだ、パープルさんの、そうで、浅草大道芸をやっている時にもう一人、もう一方と声をかけていただいた方が、はい、演劇協会のパープルさんっていう、はいはいはい、真ん中にいらっしゃる、真ん中にいらっしゃる、可愛いでしょこの写真、真ん中の、ね、真ん中これでも多分還暦ぐらいだったと思うんですよ。そうですよね、確かにね。そう、あのザ・パープルといってですね、アーリーさんとパープルさんとご夫婦でいいんですよね。はい、そうですね。で、あのなんだ、トリートオルガンとバルーン芸をされてたと思うんですよね。そうそうそうです。もともとパントマイムとかたくさんいろいろ芸達者な方だったんですけど、その方にもね、あの私が一輪車を乗ってやってたら後ろから追っかけてきたんですよ。先生後ろから、そう、後ろから追っかけてきたんですよ。あったあったみたいな、はい、もう目に浮かぶと思いますけども、あのそうで、あのご紹介していただいて、まあいろいろ仕事をいただいたりして、で多分、それが2014年ぐらいかな。でこの写真は2016年ぐらいなんですけども、そのパープルさんが、まあ、演劇業界入んないよとかいろいろ言ってくださっていた最中ですね。当時からもうおっしゃっていただいたんですね、うん、あ、そうなんですよ。そうですか。ちょっといろいろうちの先生と文句のあれがあって、あ、まあ、そういう筋の話があるのね。そうそうそう、あるんで、あの遅くなっちゃったんですけども、あ、で、ね、であのパープルさんが2000、これ多分16年だと思いますね。これであのどこかな、埼玉県の方のお祭りに呼んでもらって、まあ
ちょっと先輩芸人も一緒なんですけどね、パープルさんが珍しく写真撮ろうよって言うんですよ。写真を撮ろうよって言うから、あ、いいですよいいですよって、でも時間ないからちょっとさーってこう、ほんとこのあともうワンポーズ2枚ぐらい撮って、うん、じゃあ帰りますってまたって言って帰ったら4日後に亡くなっちゃった、倒れちゃって、その1週間後に亡くなっちゃったっていう。そうなんだよね、虫のあれ、あのライブでね、実は私僕一緒だったんですよ、ね、でハープルさんに、じゃあお二人にお先に勉強させていただきますって言ったら、あ、トリトンちゃんこの後終わったら ネットのあの番組撮るからそうそうそう、ねね、よろしくねって、あ、わかりました、よろしくお願いしますって僕出て行った。で僕15分ぐらい出番があって帰ってきたら楽屋でそのまま、楽屋で倒れたって、もう芸人人生に好きな方でしたけども、まあね、それで救急車呼んで、でまだおな、入院されてたんで、頑張れパープルさんっていうことでそうイベントをやった時に僕恵子さんと初めて、そう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 ですね、中野の衝撃、衝撃場だったと思う ね、はい、あの辺だったと思います。そうでしたそうでした。でそうだから僕も少なからずちょっと縁がありまして、ね、占いとかをやられる方でね、トリトンさんはねちゃんとしたネクタイを締めてね、ちゃんとした格好でやった方がいいわっておっしゃったんで今僕、まあ、今日はハッピーですけど、ハッピーニューイヤーっつぐらいですからいつものあの緑のやるは実はパープルさんの占いでネクタイを締めてジャケットを着てやるっていうスタイルはパープルさんなんですよ。そういろいろね言ってくださる方でしたね、本当可愛らしい方でしたけど、まあ、うちわの話ですけどね、もう本当に、はい、まあ、まだネットとかいろいろ写真とかもあるかもしれないので一回検索でもしてもらうといいかなとは思います、ね、はい、はい、これね結構あれよ、人の恵子さんの歴史もすごいからね、これひょっとしたらね、もう一回来てもらうことになる。いや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 、そんなそんなそんな。もうちょっとありますけど、で今は寄席から大道芸まで幅広く活動されているわけでございまして、はい、ちょっと写真を、その次の写真がありますか。これは、あ、これ南様市ですね。バルーンもやるの。はい、そうだからその麻也子さん、これ麻也子がもうあの風船とかマジックとか全部やったら、ね、全部これ熊本ですね、す熊本県出身だから熊本を作ったところではなかったでしょうか。なるほど、これね格好あれでしょう、あのあれでしょう、ジブリのあれでしょう。そうそう、みんな言うんですよね。そうそうそう、違うの。そうそう、どんなのがいいかなと思って模索をして、全部ね、あの最近私も縫うのが好きなんでこれも縫ったんですけども、これも自作なんですか。そうそうそう、すごいな。そうなんです。あ、じゃあ次の写真お願いします。次何かな、次何かな。あー、これそう、大道芸で最近っていうか、それこそ2016年ぐらいから、まあ東京とかでもお仕事するんですけど、南相馬市でもそこそこ、あのそうですか、そういろいろちょっとご縁があっていくことがありまして、ね、これね、これバンエーホールディングスも福島の、あ、いわきのね、そう、ね、これ、まあ、あれですね、浪江ですね、浪江町、まあ、もう大変だったとこだ。そう、ね、呼んでいただいた時のお写真ですね。ですこれも多分正月だったと思います。あ、そうなんですね、はい、はい、次どうぞ。これあれですね、これは本当ギリギリの、すいません、風が突風が 7,8 メートル吹く中の最後のコロナ前の最後の大道芸ですね。こんな密でしたじゃないですけど。場所はどこですか。これは亀戸ですね。あ、亀戸でやってましたよね、はい、あ、なるほどね、わかりました。じゃあここでね、時間もあれなんで、うん、この格好でインスパイアされたんですけど、もしよかったら1曲わかりました、はい、やっていただくのはどうでしょうか。これ持ってまいりました。あった、はい、あったんですよ。あった、びっくりした、はい、歌いますか。いやいやいや、歌詞が分かんないんで、ここは一つ、カメラがちょっと切り替わりまして、ケイコさんでございます。曲は、東京ラブトディでよろしいですか。じゃあ大丈夫ですよ。はい、じゃあよろしくお願いします。
小関裕二さんでしたっけ。そうですね、はい、マイナーからメジャーになるパターン最高にいいですよね。これとか夢あき東京とかね、いいですね。小関裕二さん特集をしましょう。今度やりましょう。やりましょう、50分間小関裕二さんの曲ずっとやる、これいいね。ま、ぜひ、あ、で、はい、前来ていただいたあのマナティさん、はいはいはい、同じ大分県の出身、はいはい、あの人歌うまいんで、はい、恵子さんのアコーディオンでマナティさんの歌なんてどうでしょうか。いや、ぜひぜひよろしくお願いします、ね、ぜひそういう、ね、ちょっとやってユニットでうまくいけばお金が稼げるかもしれないってそんなことはないですけどはい、ということで、いや、まあ、だいぶやっぱ、ね、走りましたねまだね、これマジで本当ちょっともう一回これぜひぜひ何かあったらよろしくお願いします、はい、今度マナティさんと恵子さん2人で来てもらってあのまたちょっと後半のね、はい、恵子さんの紹介もまだしたいのはあるんですけど、あ、まあ、あとは写真もねいろいろあるんで、はい、そういうのやりつつちょっとやりますか。じゃぜひぜひよろしくお願いします。いや、ぜひお願いします。ということで皆さん、ご来てください。ね、小関裕二特集を、でその時は僕は8弦ウクレレでもやってきてやりますからね。あとね、三味線フラフープって曲知ってますか。神楽坂浮子の三味線フラフープっていうのに今ちょっとハマってまして、はいはいはい、あとでまた、わかりました、この後、はい、木八で、木八、はい、はい、ということで、ですね、時間があと5分ほどでございますので、じゃあ告知、はいはい、ございますでしょうか。じゃあ、谷寄せの一番最後の写真ですかね。はい、どうぞよろしくお願いします。直近だと1月そうですね、毎月20日にやっております。これは東京演芸協会主催でございますけれども、東京演芸協会し、ではない方もたくさん出てらっしゃいます ね。だいたい猫ひろしさんとか、まあ、これ1月はお出にならないんですけど、もろもろ岡さんとかはだいたいレギュラーに近いくらいの形で出てらっしゃる。今回みょうちゃんさんもいらっしゃるんだよね。あの細かくて伝わらないので、いいですね、有名なみょうちゃん劇団のね、あとマリアさんもいらっしゃるんですね。アマレス兄弟さんもいらっしゃる。あ、本当だ。こんな感じで、あとね、リトル宇宙からとリトルキミュラさんで、はいはいはい、ね、いろんな方に出ていらっしゃいます。これ写真はないんですけれども、お名前の方もね、いったば、ね、私も写真ないですから、頑張ってみよう。そうですね、恵子さん何時頃ですかこれ。あ、結構早い方だ。私ね、12時20分だったと思います、はい、ということでございます、はい、当日券2500円でございますので、ぜひね、タリー寄せの方、1月の20日でございます。私の方をお運びいただけるとありがたいなと思います、ね、はい、よろしくお願いします。はい、では次回の、ゲストのご紹介をしたいと思います。はい、はい、次回のゲストは、モノマネ芸人であり俳優であり、映画監督、まあ、ウェブ映画の監督でもあります、はいはいはい、藤木イエイエイさんですね。藤木さんも多分ここのアズーにはもう2回ほど多分ご出演になってるのかな。今度またお出になるって、1回出ててもう1回出るのかで、次回の僕の時は多分3回目ぐらいになるんじゃないかと思いますが、まあ見てて分かると思いますが、グッチ裕三さんから公認もらってるぐらいで、ね、あとは水木の兄貴とか、いやいやいや、矢沢永吉とか、芸達者の方ですよ。まあ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 、いろんなことやりますよ。で今あの藤木刑事っていう、あれ藤木デカって読むのかな、どっちかな、刑事門の映画やってまして、明日実はね、私ね、藤木さんの上司小林警視官という役で明日ロケなんですよ、渋谷で。はい、ということで、朝、8時45分に渋谷という地獄のような朝の早い集合時間に、だ今日はあんまり飲まないようにしようかなと思っておりますけれども、ということで、次回のゲスト藤木イエイエイさんでございます。はい、本当にね、ということで、すいません、ちょっと駆け足になっちゃって、いやいやいや、楽しかったです。前室でも言ったんですけど、はい、あっという間だったでしょ。あ、いやいやね、これまあ、あの見てた人は、まあ、そこおめえそこ海のそこ変なところで言われて、もっとだんだんガンガン行けばよかったんだってあるかもしれないんですけど、はい、まあでも人となりというか歴史はあれたかな、はい、だから僕はもうちょっとしたかったのは、恵子さん、今の恵子さんのなんていうかこう宣伝というかね、なるほどなるほど、そういうのをしたかったんですよ、はい、で、はい、資料もあったんですけど、ちょっと時間的に出せなかったので、はい、次回ということです。次回があるんですね。どうも。次回あります。なんちゃって。ありがとうございます。嬉しいです。少なくとも10月までは契約でやりますし、藤木A さんの次のゲストはまだ決まっておりませんので。そうですか。はい、隔週になってから僕も結構人探しがだいぶ余裕ができたので。なるほど。ひょっとしたらキンキンで登場していただくことになるかもしれません。いやいやいやはい、ということで、楽しくやってまいりました、はい、進行は東京演芸協会、あと1分前だって、もう、はい、もう少しあるんだこれ、いやいや、ないですよ、ないですよ、もうこぼすとあれですから、その辺、はい、締めましょうかね、はい、はい、ということで、進行は東京演芸協会ラッパンマン団、鳥と海を、そしてはい、
恵子でした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。早ければ次の次ぐらいに出るよ。どうもー。